あともうちょいです。はいはい、あの目の前に見えてきたやつ、これがですね、熊洲広場です。駐車場はどこなのかな、駐車場左側ですね。ということで、左側に車を止めたいと思います。あー、なんかね、こんなとこでした。はい、もうめちゃめちゃいい加減ですけどね、こんなとこでした。適当に言ってるだろうお前って思ってるかもしれませんけど、まあトイレがねあったんでね、ちょっとトイレ休憩するにはいいかなと思いますね。ちょっと適当なところに車を止めてですね、ちょっと熊洲広場撮影してみましょうかね。まあ、結構ね、あれっすよ、車も結構止まってるし、人も結構いるような、そんな感じですね。はい、ということで熊洲広場ですね。非常にまだ時間4時ぐらいなんですけど、午後4時、まああと1時間ちょいで真っ暗になるんですけど、非常にですね、人が多いですね。まあ流行ってるって感じですね。あ、そうね、猫がいるんでちょっと猫撮影しましょうか。おとなしいですよ、なんか人が近づいてもね、逃げないんですよ、このにゃんちゃんもですね。結構逃げないですね。ね、多分ね、病気ですよ。なんかすごい涙とか目に出てますもん。なんか目が開かないのかな。すごい病気ですよ、病気。かわいそうやな。野良ですよ、多分野良。いやいやいや。そんなね、毛並みとか悪くないんですけど、ちょっと目の方がね、なんかすごい涙が。ドボドボ出てる感じで目が開いてない感じですもんね。まあ結構ね、厳しい環境できてるんじゃないかなと思いますけどね。よしよしよし。みたいなね、あったかい日は最高ですよ、ここは。ちょっとね、あの後ろの方はね、遊具ゾーンで、あの子供さんとかがたくさんいるんで、ちょっとね、お前何撮ってんだとか言われるといけないんで、ちょっとね、人のいないゾーンへ行ってます。なんかね、自分が昔子供連れてきた時の熊洲公園ってこんな感じだったかなっていう感じがね、ちょっと若干しますけどね。ちょうどね、あのまっすぐの方にね、ちょっとね、分かりにくいと思うんですけど、あの霧島山がね、非常に綺麗に映ってるんですね。これはね、天気が良くないと見れないですよ。ちょっとね、なんかね、展望台みたいなところもあるんで、ちょっとね、行ってみたいと思います。ちょうど正面に霧島山が見えるんですけど、都城市内から見る霧島山の形と同じですね。これ、ね、多分 GoPro で撮ってるんで、非常にね、映りにくい、見にくいとは思うんですけど、ちょっとね、うっすらと遠くの方に霧島山が見えるのがお分かりになるかと思います。でこっちの方に行くとですね、なんかこう記念撮影するようなね、ちょっとそういうところもあって、階段がついてるんですけど、階段ってどうだろう、下から登るとこあるのかな。あ、ちょうど展望台みたいになってますね。こんな感じです。なんか草スキーとかするような感じですかね。非常にいい感じですね。あ、なんか来てよかったな。なんかあの見晴らしとかものすごくいいし、
ちょうどね、あの目の前に見えているのが先ほど私が言った石能の工事してるとこですね。はい、ちょうど石能の滝の川がちょうど目の前ということで、ぐるーっとね一周してきたような感じかな。だから反対側から来ようと思えば来れたんだと思うんですけど、私がちょうど映している方向ぐらいから登ってこれたのかなという気はしますね。わあ、いいなここ、なかなかいいですよ。見える方向がね霧島山のある方向なんで、いいと思います、非常にいいと思います。でね、なんとまたご丁寧なことにもう一段高いですね、展望台があるんですよ。これでもかこれでもかっていうね展望台があるんですけど、この辺はねあんまり遊具とかないので、子供さんがいないので撮影がしやすいですよ。はい、木漏れ日の森、石能の滝、ああ、まっすぐ行くと石能の滝なんだけど、歩いていくとハイキングコースなのかな。ちょっと足元注意しないとね、踏み外しそうな感じのかなり高いところですけどね。あ、こっからまたねちょっと視点が高くなって、非常にいいですよ。またさっきの眺めと違うですね、霧島山の非常に、なんか位置関係がねうっすらと分かっているような気がしますね。こっちの方に木漏れ日の森ってあるんですけど、こう遊歩道に多分なってて、奇跡の滝の方にも歩いていける、まあ、結構時間はかかると思うんですけどね。はい、ということで絶景を撮ったところでですね、ここはちょっと引き上げてですね、帰りにちょっと餅尾神社のところもねついでに寄りたいと思います。餅尾神社にも行ってみたいと思います。もうちょいです、もうちょい行くとですね、ちょっと下りでちょっとねちょっと怖い感じ怖い感じですの変やけど、ですね、右側の方もね結構開けてて、こっちは都城市内の方の景色ですもんね。で、今から行く餅尾神社の道路も餅尾神社のとこもどちらかというと都城市内をね、見る道路になるのではないのかなと思うんですけどね。あ、ここですね。じゃあちょっとここからちょっと入っていきます。前回はこの道路があるのを知らなくて下の方からね歩いていったらですね結構ねしんどかったですね。まあね、いい運動にはなりますよ、階段登るとですね。まあそうやってちょっとしんどい思いしてからこそ御利益があるっていうのもあると思うんでね。結構ね傾斜が急でしょう。あ、車止まってますね、ここですね。ここが駐車場なので、ちょっとここに止めてですね、行ってみたいと思います。はい、ということで参拝道の方からですね、餅尾神社の方に行きたいと思います。後ろからね人が来てるんですごい物音でしたけど、これ参道ですね。うわ、ちょっと階段がちょっとね汚れてるのがちょっと気になりますけどね。前はこの後ろ、ここをですねここから登ってきてたんで大変だったですけどね。トレーニングの方はここまでだそうです。
農業の神様なのかなと思いますけどね、馬とか牛とかそういうのがありますよね。そしたらちょっとお参りして景色撮りたいと思います。陰陽石馬頭観音とかいろいろあるということですので、ちょっとね見に行ってみましょうかね。この神殿の奥までは来たことがないんですけどね、車は何台か止まっておりましたけど人はあまりいないような感じでしたから、まあ、神社関係者の方なのかなって気がしますけどね。ははは、これが陽石ですね。陽石、陽石、隕石と同時に発掘された神石、隕石と同様安山と縁結びの神石。ああ、なるほどですね。確かにでかいけど、あの陰陽石の陽ほどではないかなって気がしますけどね。隕石、隕石はどれでしょうか。これが、ああ、高さ、割り裂いたようになっている。ああ、これですね、妻切島神社にもあったあのパカッと刀で割ったような割り石っていうんですかね。とこちらにあるのが隕石ということですね。周囲19.3m、どこが隕石、ああなるほど、ちょっと失礼して、あのすいません、登らさせていただきます。ははははは、ですね、わかりますかね、隕石、そこの裂け目の割れ目のところですけどね、これが隕石ということですね。まあ、あのこういうのもあるんだなって感じですね。次はこうまっすぐ行くと展望台って書いてあるんで、展望台へって書いてあるんで、ここから行きましょうかね。こうなんかずっと見ながらこう歩いていけるような感じになってるのかなって感じです。なんかね、神秘的なところですよね。ここは稲荷神社、稲荷神社商売の神様ですよね。狐様がいるような感じです。でこっちから展望台の方に行くとですね、まだ明るいんでギリギリ間に合うとは思うんですけど、ちょっとね時間を外すと真っ暗なとこしかね映らないんで、ちょっとねごめんなさい、息が切れてきましたよ。なんか弱いんです、こういうのに弱いんです。本当はね撮影するつもりじゃなかったんですけど、あの灯油買いに、灯油この前も買いに行ったじゃないですかって言われるかもしれない、あの早いんですよ、寒いんでなくなるのが。灯油缶に2缶しかないんで、結構自転車操業ですからね、本当。よいしょ、展望台、この時間には誰もいないかもですけど、カメラがね広角なんでね、ちょっとまたさっきの、すいません息切れて、熊曽広場のどっちまた違うんですよね。ここからでも十分楽しめるような感じですよ。ちょうどあのさっきの熊瀬候補編からは反対側ですもんね、こっちが。
ここにですね説明書きが書いてありますよね。都の城盆地は昔々湖だったということで、もろもろ書いております。いい感じですよね。ちょうどですねこの方向があの都の城市内ドンピシャリだと思うんですけどね、ちょっとこの方向になると、東の方向というかですね、方向的にはこっちが東、こっちが北北東とかそういう並びになるのかなという気がしますけどね。ちょうどあの真下に見えているのが、餅尾の公園ですね。あのお祭りとかする広場ですけどね。はいはいはい、ということで、ちょっと動画を撮るつもりが結構がっつり撮ってしまいましたね。まあ、久しぶりに、餅尾公園来てこの眺め見させてもらってですね、非常になんか心が洗われたような気がしました。はい、ということでこの動画はこれで終わりになります。どうもご視聴ありがとうございました。